今回のこの震災の影響というのは他の災害に比べてどう違うんでしょうか。水、食料というなど物資が長期間にわたり届いていないということなんですね。阪神ではもう数日も経てば避難所には物資が豊富に届いていました。ストーブはガンガンにかけてむしろ暑いくらいだったんですね。ですけども今回はもう暖房はなく、それからおにぎり1個にクラッカー1枚というような厳しい状況が1週間以上続いたんですね。3週間が過ぎたんですけど、未だに物資がですね、長時間届いていない、こういうような状態ですね。それから水道も復旧が遅れている。それから下水道が壊れたままで、マンホールから多くが出上がっているようなところもたくさんあるわけで、避難所、それから自宅の生活環境が悪いものなんですね。どうしても、肺炎とかですね、脱水で病院に運ばれる高齢者が後を絶たない、そういう状態です。中越ではもう3週間目は救急車は大体1ステージと同じぐらいになっているんですけども、いまだに救急車の台数は増えたものなんですね。だからストレッチもね、ストレッチも中越、阪神、阪神と中越は全然違った病気が起こっています。だから灯油不足で非常に厳しい感謝だったわけで、4日目、5日目になってですね、高齢者が低体温で病院に大勢運ばれてきたと、少なくない方が亡くなられたんですね。そういう厳しい状態でした。そうした災害関連死を防ぐためにですね、具体的に何が必要になってくるんですか。次に亡くな、次に悪くなる可能性の高い人を見つけるということですね。避難所、それから自宅を問わず、授業のやったとかですね、さあ、そろそろくだらないことはやめにするか。心配される方を見つけてフォローすること、これが大事だと思います。避難所の医療班や専門のボランティアは、行政の保健さんと協力して進めていくことが大事ではないかと思います。それから要介護高齢者ですね、だんだん自立できなくなってくる。在宅の生活が難しいと、で衰弱していく、そういう方は早く施設に緊急入所させる必要があります。ストレスも影響しているようなんですけれども、ストレスを軽減させるためにはどうしたらいいでしょうか。そうですね、5つ挙げられます。1つは休息、睡眠の確保ですね。なかなかこういう状態で難しいんですけども、睡眠の確保が重要なんです。2つ目が情報ですね。空いている部分がどこなのか、あるいは仮設住宅の申し込みがどうなっているか、その情報がきちっと伝えられる。こういうことは情報がなかったら情報に触れてしまうわけですね。そうですね。3つ目が皆さんの保険です。医療費が酒でも飲むか、これだけで安心できます。4つ目が入浴ですね。お風呂は体と心の機会を。そうそうだ。